プラズマ宇宙論、プラズマ宇宙論、プラズマ宇宙論とは宇宙論の一種で宇宙的スケールの減少は重力だけではなく宇宙の全バリオン物質の99.9%を占める電気伝導性の気体プラズマの運動に起因する巨大な電流と強力な磁場の影響を大きく受けているとする。そして電磁気力と重力の相互作用によって 壮大な現象を説明できると主張する。主として、プラズマ物理学の基本である、電磁流体力学の上に立脚した理論である。プラズマ宇宙論は、ビッグバン理論と比較して、銀河の回転曲線問題を暗黒物質という、仮定の物質を持ち出すことなく簡潔に説明できる。さらに、近年発見されたヘルクレスザ、カンムリザ・グレートウォール、U1.27 といった、 宇宙構造体の成り立ちを説明する際、現行のビッグバン宇宙論、及びそこから発展した理論では、存在自体矛盾してしまうほど巨大な宇宙の大規模構造も、プラズマ宇宙論では矛盾なく説明できる。しかしながら、プラズマ宇宙論は、宇宙マイクロ波背景放射の観測事実をうまく説明できていない。そのため、現時点では、標準的な理論とみなされていない。 非常に複雑な形態を見せる惑星状星雲は太陽程度の質量を持つ恒星の最後の姿である。複雑な形態は重力ではなく磁場が大きな役割を果たしていることを示している。惑星状星雲もプラズマで形成されており、そこには特徴的なフィラメント構造が多く見られる。これはプラズマの自己組織化によって生み出される形であり、その内部には ビルケランド電流と呼ばれる電流が流れている。我々を照らし出す太陽も同様に巨大なプラズマの塊である。太陽から放出される高速のプラズマは惑星空間を通り抜けて地球に達し、オーロラ、北極光、磁気嵐、電波障害などを引き起こす。一般に真空と言われる宇宙空間だが、このようなプラズマに満ち、プラズマダイナミクスが支配する空間であり、 常に休みなく変化を見せている。惑星、太陽系、銀河系、星間ガス、星雲、銀河団、水星などなど、宇宙にあるすべての物質はプラズマの影響を受けている。その豊富にあるプラズマが宇宙の広い範囲にわたって重要な役割を果たしている。プラズマ宇宙論の創始者、ハンネス・アルベーンは次のように述べている。 宇宙についての理論は我々が観測や実験で確かめた事実の延長上に打ち立てられなければならない。我々はビッグバン理論のように最初に宇宙誕生の姿を想像して、そこから現在の宇宙に進化するまでを推測して理論にするのではなく、まず今の宇宙の姿を調べ、それをもとにしてより遠いか越え、より不明瞭な時代へと遡っていくべきである。 これは、プラズマ宇宙論の基本的な考え方が、ボトムアップ的であり、トップダウン的である、ビッグバン理論とは対極であると言える。プラズマ宇宙論は、厳密な意味で定常宇宙論とは大きく異なる。プラズマの特性上それは、必然と言える。つまりプラズマは一つの場所に留まるということはしない。常に、反発や引き合い、衝突などを繰り返し変化し続けている。 それが積み重なり大きなスケールの変化が起き始め、大規模な構造を作り出すと考えられている。その大規模構造は、ビッグバン理論が重視する重力ではなくプラズマの中を流れる電気と、それが作り出す磁場によって形成される。このことは、現在ビッグバン宇宙論では説明の、難しいグレートウォールなどの大規模構造を解明する糸口になる可能性がある。 プラズマの長さが1万光年から10万光年にも達するほど集まった場合、その中を巨大な電気が流れ出し、それが非常に大きな磁場を発生させる。次に電気と磁場の相互作用によって、プラズマの形は様々な変化を見せる。隣接したプラズマのガスの柱同士は引き付け合い、絡み合うことにより複雑な構造を作り出す。現在。 プラズマ宇宙論は非主流派の理論である。しかし、成熟した体系である電磁流大力学を基盤とし、共に発展してきた、この理論は非常に多くの成果を収めている。太陽のプロミネンス、渦巻き銀が宇宙の大規模構造に至るまで、他にも様々なスケールの問題に関して説明をしている。これからの観測技術の向上に伴い、 今後の発展が期待される分野であると言える。銀河形成のシミュレーションに成功し、天文学最大の謎、銀河の回転曲線問題も解決。ロスアラモス国立研究所の物理学者であったアンソニー・ペラットは、ブラックジャック V と呼ばれる当時世界最大のパルス、発電機で X 線放射の実験を行っていた。発生したプラズマフィラメントは、 お互いの磁場で引き寄せられ、集合したプラズマは合体して、螺旋を形成し、螺旋は強力な X 線を放ち、銀河の螺旋構造と同じだったのである。この絡み合うフィラメントの中を流れる電流は、ビルケランド電流と呼ばれ、プラズマ宇宙論では重要な役割を果たす。かつてプラズマ宇宙論の創始者、ハンネス・アルベーンの下で研究していたペラットは、 この螺旋が銀河の渦巻き構造を解明する手がかりとなると考えるに至った。彼は当時最先端のプラズマシミュレーションプログラムスプラッシュを使いプラズマの動体をシミュレーションし多くの特徴的な銀河の渦巻きが完全に磁場の中を漂うプラズマフィラメントで再現できることを発見した。これによって銀河における 大きな謎であった銀河の回転曲線問題まで解明することができた。この問題は銀河が重力によって支配されていると仮定すると中心から外側に行くにつれて渦巻きの腕の速度が遅くなるはずである。しかし実際は外側も同じ一定の速度なのである。この矛盾を解決するために 多くの研究者たちは苦慮し天文学の大きな謎の一つされ、見えない物質である暗黒物質が銀河を取り囲んでいると仮定し、この問題を解こうとしてきた。ペラットとジム・グリーンは、シミュレーションを繰り返すことによって暗黒物質を仮定せずにこの問題を解決したので、ある。プラズマによって支配されている銀河の渦巻きの腕は、例えると中心から伸びたバネのようなものである。 このようなバネは全長にわたって同じ回転速度を持つことになる。それによってプラズマの圧縮が一定の曲線を作り出すことを示し回転曲線問題磁場によって解決したのである。その時曲線にうねりが見られたが実際にそれは渦巻きの腕が回る際に行うローリング運動として観測と一致したのである。これらの実験室で作られたミニチュア銀河は プラズマの特性の一つであるスケーラビリティによって実験室レベルから太陽、銀河そして宇宙論レベルまで時間軸などの変数を変えるだけで広げことができるのである。現在、銀河、銀河団、超銀河団などの宇宙構造体の形成に関して2つの説が考えられている。プラズマ宇宙論では2番目のトップダウン説によって 宇宙の構造体の起源を説明している。プラズマは一般に揺らぎに対して不安定であり、最初の揺らぎは微小なフィラメントもしくは渦の形成である。これらの渦は同じ方向に動いている他の渦を引き寄せながら成長していく。フィラメント構造とビルケランド電流を参照。膨大な時間をかけて、プラズマはより大きなフィラメント的な渦を発達させていく。 エネルギーの流れは次第に大きくなっていくがフィラメントの成長はほぼ 1000km の特性速度によって限界づけられている渦が大きくなるにつれて成長速度は低下していく渦の成長と電流の大部分を運んでいた陽子のシンクロトン放射によりエネルギーの損失は均衡し渦は成長を止めるその時最大のフィラメントは 直径100億光年に成長している。大きなエネルギーの流れが平行から遠ざかるにつれて、重力的不安定性が生じる。フィラメントのわずかな重力的収縮がその重力を増大させ、さらなる収縮を促す。このような収縮は、新たなフィラメントのシステムを誘導し、収縮する物体の中心に向かって、電流を引き寄せる。収縮によって生じた重力的エネルギーは、 部分的に電気的エネルギーに転換される。磁気のエネルギーは収縮する他の天体のプラズマと相互作用することにより、新たなフィラメントシステムを生み出し、それが増大する度運動量を分布させ、プラズマを圧縮し、より大きな重力エネルギーの解放を可能にする。ここで不安定性の新たなサイクルが生まれたことになる。宇宙は巨大な送電網になり重力エネルギーを 電気に転換する。それが動力を供給し、より多くの物質を圧縮して、より多くのエネルギーを解放する。この新しい揺らぎのサイクルは、宇宙大規模構造、超銀河団、銀河団、銀河、星、などの階層を作り出す。収縮の各段階には固有の自然な限界がある。軌道速度がある幅の中に収まるような集中した天体を生み出す。 それぞれの天体は順に部分に分裂する。その一つ一つは固有のフィラメント電流を持ち、それ自身の子孫を生む。重力エネルギー解放の一つのサイクルの廃棄物が次のサイクルの原料になっているのである。MHD、電磁流体力学とプラズマ宇宙論は切っても切れない関係にある。それはこの二つを創始したのがハンネス・アルベインであり。 共に発展してきたことからも明らかである。1970年に彼が MHD の発見とその周辺研究の業績が認められてノーベル賞を受賞したとき、宇宙におけるプラズマの重要性は認められており、宇宙、天文関係の学者に MHD 理論は急速に広まっていき、確かな地位を確立した。しかし、それ以前の彼が プラズマの研究を宇宙に応用し始めた当初は宇宙でのプラズマ、磁場、電流の重要性は認められていなかった。宇宙論の主流派の学者からは実験室にこもって研究をしているプラズマ物理学者に宇宙の何がわかるのかと相手にされていなかったのである。しかし、このような考えは彼の発見したプラズマの特性によって忘れ去られていく。その特性は プラズマのスケーラビリティである。電気抵抗、速度、エネルギーなどの重要な変数は、規模の大きさによらず変化しないというものである。その他の時間などの変数はサイズに伴い変化していく。つまり、ある現象が100万分の1に縮小した場合、その進行は100万倍早くなる。このことは、オーロラの数時間の変化から、プロミネンスの数日間の変化。 そして数十億年も続く銀河の変化に至るまで、宇宙の壮大な過程は100万分の1秒ほどの放電によって実験室内でモデルできることを示している。天文学的現象の密度も実験室の比率にスケールダウンすると通常の機体の密度になるのである。このことは実際に実験で検証できるという意味においてとても重要である。 現在主流派の重力によって支配されている宇宙論ではこのような検証はまず不可能である。こういった事実によりプラズマ宇宙論は実験室での研究と宇宙の観測を組み合わせることにより発展してきた。この実証的方法論と MHD に立脚したプラズマ宇宙論は多くの電磁的な現象が宇宙を支配していることが明らかになっていくにつれて 宇宙の分野において重要な地位を占めるに至ったのである。蒸気のように宇宙には多くのフィラメント構造が存在している。このフィラメントとその内部を流れるビルケランド電流は太陽フレア、オーロラ、太陽系、星雲、銀河の形成、そして大規模構造などの理解にも必要なものである。プラズマ宇宙論の重要なファクターと言える。 その形成過程は非常に単純である。まず、ピンチ効果と呼ばれる現象がこの形を作り出す。直線的な電流がプラズマの中を通るとき、その周りに円筒状の磁場が生じる。これが同じ方向を流れている他の電流を引き寄せるのである。このようにして小さな電流の糸は互いに引き寄せ合うピンチ傾向がある。その際に、 周囲のプラズマを引き寄せる効果が働き収束する。収束した糸は、よじれて、フィラメント状の巨大な渦巻きを生み出すのである。このフィラメントの内部を電流が通ることが知られている。その電流は、ビルケランド電流と呼ばれている。このような特性のために、宇宙のフィラメントは、しばしば送電網に例えられる。この送電は、次第に他の送電を引き寄せ、 つながり合い巨大な送電網を作り出すことによって宇宙の中で大量の電流を運んでいる。身近な例ではオーロラモビルケランド電流によって生じている。太陽系や銀河、大規模構造などにも巨大なフィラメントがあり、大量の電流が宇宙を駆け巡っている。我々の太陽系には核運動量分布異常が見られる。つまり、 太陽が前景の核運動量を保持しているとすると、太陽は13時間で1回転していると予測できる。しかし実際は、その50倍も遅く、約28日かかっているのである。つまり太陽は、全角運動量の2%しか持っていないことになる。一方、太陽の1000分の1の質量しかない木星は、全角運動量の70%も持っていることになる。 残りの27%の核運動量は、ほぼすべて土星が保持している。このことは、原子太陽系星雲中で、原子太陽付近の星雲中心部から、外側へ、有効な核運動量輸送プロセスが行われた、可能性示唆している。これは、作動回転する磁気流体には必ず生じる不安定性であり、磁場による核運動量輸送が原因で発生する。 この現象は、どんなに磁場が弱くても起こることが分かっている。現在では、太陽と惑星間に強い結びつきはないが惑星が凝縮する以前は、惑星の物質はガス状であり、太陽の周りにプラズマ状のガスが渦巻いていた。その時期には磁場による核運動量輸送が行われる環境が整っている。この理論は現在では、磁気回転不安定性や磁気乱流年性、 シミュレーション技術などが発展したため多くの指示を得ているが、アルベーエンが提唱した当時は認められるに至らなかった。しかし、後に強力な渦巻きフィラメントの存在が確証されたことにより、この理論は大きく飛躍し広く認められることになった。その後、この理論は銀河が電流によって形成されるという理論へと進んでいく足がかりとなった。銀河系は 周縁部においても回転速度が低下せず平坦な速度分布をしていることが分かっている。これは銀河の回転曲線問題として知られている。本来なら中心部の回転速度よりも周辺部の方が遅くなければならないのである。磁場による核運動量輸送がこの答えを解くことになる可能性がある。つまり太陽系と同様に中心からの核運動量輸送が 磁場により行われたのなら、この問題も解決するのである。ジェットとは、プラズマなどの高エネルギー粒子が、銀河、クエーサー、原子太陽系、恒星などから、高速度の10%から99%の速度で放出される現象である。磁場で自転している銀河には、発電機と同じ原理で電気が生じる。その銀河から生まれた大きな電流は、 銀河の中心へと巨大なフィラメントらんとなり流れる。そこで向きを変えて、自転軸に沿いながら流れ始める。この銀河電流はショートすることにより、銀河の核へと大量のエネルギーを注ぎ出す。ここで銀河のヒューズが飛び、銀河核に大きな電灯が生まれ、電子とイオンの高エネルギージェットを回転軸に沿って放出する。二重層。 プラズマ中の帯電したギャップは1920年代から知られていたが、ジェットの原因となることを初めて示したのアルベインとハーロフソンである。彼らは当時、太陽のプロミネンスの爆発的放出に関して研究していた。その原因が太陽自身のフィラメント層電網によるものと結論付けた。それは爆発二重層である。つまり時間をかけて、 ゆっくりフィラメント回路内に蓄えられたエネルギーが小さな領域から数秒で放出される。この場合、爆発を解明するためには局所的な現象と捉えるのではなく、フィラメントによって作られる宇宙的送電網を考慮し、よりグローバルな範囲で起きている現象と考える必要がある。その二重層は銀河においても適応可能と考えられる。 太陽の場合は二重層に蓄えられた磁気エネルギーが突発的に解放される時10の34乗エルグのエネルギーを解放する。一方、銀河回路に蓄えられているのは重のの57乗エルグという非常に大きなエネルギーである。このエネルギーが解放されると加速された電子、イオン、プラズマが銀河軸に沿ってジェットとして放出される。この考えに基づくとジェットは 高エネルギー粒子の流れであり、銀河を取り囲む巨大な電流システムの一部であると言える。1997年2月12日に打ち上げられた電波天文衛星、ハルかによって、BL ラック天体1803プラス784、クエーサーのような構成上の天体のジェットと磁場構造が明らかになってきた。今まではジェットに直行する磁場は、ジェットの中に伝わる。 衝撃波によるものと考えられていた。しかし、遥かの観測結果から、従来の説では説明できないことが判明した。衝撃波は、ジェットの局所的な現象であるため、もしジェットの衝撃波によって、垂直の磁場が生じているのなら、変波の強度は、所々で変化していなければならない。しかし、ジェットに沿った変波の強度変化は、非常に滑らかであり、 衝撃波が原因であるという説は信憑性を失った。この結果から次の解釈が可能になった。磁力線がバネのように密にジェットに巻きついているならば、磁場の向きはどこでもジェットの方向に対してほぼ直行する。また、このような構造はジェットを閉じ込めるにも有効である。従来のブラックホールを中心としたモデルでは、渦巻き銀河の種類はジェットを発生しないと、 考えられていた。だが2002年に NASA ハップル宇宙望遠鏡のアドバンストサーベイカメラで撮影された、0 3 1 3から192の渦巻き銀河の Z 噴出が確認されたことから従来のブラックホールを中心としたモデルに対して疑問の声が湧いている。そのため今回の観測で標準モデルに対して新たな考えの導入が必然となった。プラズマ宇宙論は 天体物理学プラズマの電磁気の特性に基づく非標準宇宙論モデルである。星、そして基本的に宇宙のすべてはプラズマで満たされている。プラズマ宇宙論は銀河構造からマイクロ波背景放射、宇宙の大規模構造など多くのことに関して説明している。この理論は主にプラズマ物理学者。 ハンネス・アルベーンによって発展して、他のアンソニー・ペラットとエリック・ジェイ・ラーナーなどによって、その後、発展。プラズマの特性は、電磁流体力学によって、モデル化される。それの開発によって1970年、ハンネス・アルベーンは、ノーベル賞を受賞。MHD は一般にプラズマを一とみなし、基本的に抵抗力による、理想流体以外をすべて扱っている。 ハンネス・アルベーンは、マグネチック・フィールド・ディスクリプションと名付けた。しかし、彼の実験の働きに基づいて、アルベーンも、マグネチック・フィールド・ディスクリプションを特性がより、有名でないビルケランド電流、フィールド・アライン流、二重層、分離地方を満たす、プラズマ不安定性の特定の種類とスペースプラズマの、化学分離のようなプラズマに適用した。 電流分布図とこれらのより複雑な現象の一部を含んでいる MHD の延長したバージョンはホール電磁気流体力学ホール MHD または HMHD と呼ばれている。しかしアルベーンは自らの実験に基づいて電流分布図をプラズマに適用した。また同様にどの特性もビルケランド電流バークランドカランツダブルレイヤーズ サーテンクラセスオブプラスメインスタビラティス、宇宙プラズマのケミカルセパラチオンのようなプラズマに適応した。プラズマ宇宙論の起源は、ケービルケランドが太陽風は4、すなわちプラズマからなると提唱したとき、つまり1913年に始まったと考えられている。ケービルケランドの研究は、ハンネス・アルベンによって1937年に復活し、発展していくことになった。 そして、アルベーンはプラズマが宇宙に広がるならば、それが銀河の磁場を生み出すための電流を運ぶことができると主張した。その後の何年にもわたって宇宙は真空であると思われていた。アルベーンは後にアンティプラズマまたはアンビプラズマの存在を理論づけたが、そのアイデアは指示を得られなかった。通常の低温の原子では、電子は原子核の周りに 電気的な力によって束縛されている。原子核は、その電荷の数と同数の電子をまとっているため、原子は全体として中性の状態にある。ところが、放電などによって加熱されると、電子は原子核の束縛を逃れ出ることができ、原子は原子核を中心とした静音と自由電子に、乖りする。プラズマは、正の電荷を持つ粒子。 イオンと負の電荷を持つ原子が、電離状態で、同程度存在し、全体として、ほぼ中性である、気体上の粒子集団のことである。1928年にアーヴィング・ラング・ミューアによって命名された、固体、液体、気体に続く、物質の第四形態と言われている。太陽圏の電流のシートは、惑星間の媒体、プラズマである太陽の磁場の影響の良い例である。 そして、一枚の電流は、太陽から太陽系の外の範囲まで及んでいる。惑星間の媒体の電界の範囲のオーダーはおよそ10メートルであり、現在のシートは、太陽系、若干の 1x10 メートルの直径にわたっている。二つの電荷を持った電子の間の力は、二つの電子間の重力より10倍大きい力になる。長い間受け入れられてきたプラズマの機能の定義は、 かなりの割合において中立であるということである。重力は地球だけでは我々が経験する場合唯一の大きい力になる。それは地球では電気力は限られた範囲で有効だからである。プラズマの電界のローカルレンジはデバイ長によって定義されて一般的に電離層のおよそ1トル、太陽風の1 0ルと銀河景観の1 0トルである。にもかかわらず プラズマはこれらの範囲を上回るより複雑な現象、下記参照を引き起こすことができる。例として、ビルケランド電流、例えば地球より上にオーロラを供給するもの、それらは長く、一般的に数千キロメートルであって、テラワットの力を運ぶことができる。太陽圏電流シート、また、惑星間電流シートと呼ばれる、太陽系を通して太陽から外へ伸びる一枚の、 バレリー長田の流れ。参照ドレフトカランツ。正味の差が電子とイオン。また、ガイディングセンターとドレフツで動いていてある場合は、いつでも、それは起こる。アルベーンは、以下のことを強調している。1990年代の半ば、数人の主流の宇宙論者が、プラズマ宇宙論に関心を持つようになったが、COBE による宇宙マイクロ波背景放射の正確な測定。 および根本的なヘリウムの存在量がビッグバン宇宙論に適合したとき、この関心は急速に弱くなっていった。アンソニー・ペラットとエリック・ジェラーナーがプラズマ宇宙論が CMB と一致しているかもしれないと提唱する。特にラーナーはプラズマ宇宙論がシンクロトロン放射によって背景放射を生み出すことができることを示した。このモデルはパワースペクトルまたは スペクトルの正確な国体副写スペクトル特性で CMB アニストラッピーピークスインザパワースペクトラムを予測することができない。特にそれは空またはこの特徴の強さの上で1ディグリーモードを予測することができていない。実験室での実験でプラズマを用いた多くのローカルのレッドシフティングに対してはメカニズムの観測はあるが宇宙赤方変異を説明するのに それらの観測結果の大部分を使用することにおける一つの問いは、光子散在なしで、プラズマが行っている光子のエネルギー変化の原因になるのを説明することが難しいということである。光子の電波の指示を変える。いくつかの非線形の光学現象で光子の普及の方向が変わらない散在の形式がある。具体的には、天体物理学アプリケーションの一つの有望な候補は、 前方ブリル案散乱である。例えば、ローカリーレーザー核融合装置、ローケリーインレーザーフュージョンディバイセスで見つけることができる。入射光線の電波の指示を変えないで、このフォームについて、拡散はスペクトル線の赤型変異引き起こす。ノーベル賞受賞のハンネス・アルベーンのプラズマ宇宙論におけるモデルは、二つの領域に分けることができる。 ケービルケランドの仕事をもとにして、プラズマに関するアルベーンの研究は彼に電磁気流体力学 MHD の分野の開発につながった。流体として数学的にプラズマをモデル化する。そして彼が1970年にノーベル物理学賞を獲得した業績の分野 MHD がすぐに受け入れられて多くの宇宙の現象を記述するために 天体物理学者と天文学者によって使われている。しかし、アルベーンは、プラズマの多くの特徴が、宇宙プラズマでより重要な役割を演ずるのを感じた。それは、以下のことである。宇宙が、プラズマで満ちていることを、歴史上初めて予測したのは、ノルウェー人の物理学者にして探検家の、ケービルケランドである。1913年に彼は次のように書き残している。 宇宙の全体がすべての種類の電子と帯電したイオンで満たされていると仮定することは我々の観点からすれば自然な結果である。我々は星は進化のそれぞれの段階でプラズマを宇宙に放出すると仮定した。太陽系や星分以外の真空の宇宙空間でプラズマが見つかると考えるのは不思議なことではない。参照ポーラーマグネチック花々アンドターラ。 エクスペラーメンツインザノルウェイアンオーロラポラリスエクスペディション1902から1903楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。